鉄です。グランドエスケープピアノ初級サビ動画の1になります。小節で言うと1から4ですね。ここの右手を練習します。では今日練習するパートを一度弾いてみます。早速説明していきます。サビに入るんですが、ちょっとねサビは難しくしました。中級寄りかなと思いますが、ゆっくりやっていきましょう。まず、1小節だけいきますね。1番でミ、ここからスタートしていきます。はい、まずこうですね、持ちていきます。はい、いいでしょうか。では次2小節いきましょう。1番でミ、はい、ここまでいきましょう。はい、いいでしょうか。では次、はい、こうですね、もう一度いきますね。はい、こうです。では頭からいきましょう。ではまずこの 1,2 小節弾けるようになったら次 3,4 小節いきましょう。まず3小節目は、1小節と全く一緒です。はい、では次4小節です。ここはですね2小節とはちょっと違うんですよね。はい、このようになります。もうここはねもう一息で、覚えていく感じですね。ちょっと難しいかな。では通していきましょう。ではここでのポイント、2小節と4小節間違いやすいですが、なんとかね、まずはここしっかり覚えてください。まあ、簡単っていう人もいるかもしれませんが、次回ですね左手を練習していきます。左手と右手合わせていくのでちょっとね難しいんですよ。なのでまず右手しっかり覚えてください。この2小節と4小節ですね。はい、では後半の復習動画でも練習してみてください。今日練習したパート、この動画が分かりやすかった、うまく弾けたという方はグッドボタンで押してください。ここまで弾けるようになったという方は次の動画に進んでください。